剣雲は雲の一種。刷毛で伸ばしたように、または繊維状の細い雲が散らばった形の白い雲である。細い雲辺一つ一つがぼやけず輪郭がはっきりしていて、絹のような光沢を持つのが特徴。剣雲と書かれることもある。俗称で筋雲、羽雲、しらす雲とも呼ばれる。 国際的な雲型の分類である十種雲形の一つで、ラテン語学術名は、シリス、略語は、その等二文字を取った地である。シリスは、ラテン語で巻毛を意味する。シリスの日本語への訳語としては、剣雲が当初から用いられていた。しかし、巻の、剣という読みが、常用漢字の表外音訓となっているという指摘などから、1965年に、 剣雲という字を当てることが決定されて、しばらく使用されていた。その後1988年に、再び剣雲に戻ったが、その名残が残っている。剣雲と飛行機六骨雲形状は、ことに多様である。まっすぐなものもあれば、糸や羽などに例えられるように曲がったものもある。また変化が早く、刻々と形を変えることがある。白い筋が不規則に曲がっていたり、 頭の部分が鍵型に反り返っていたり、面状の塊になっていたりと、バリエーションがある。まっすぐに長く伸びたものは、英語で、マーレ、エステイルズと呼ばれる。上空は、水蒸気量が少ないため多くは、厚みの乏しい薄い雲である。しかし、厚みを持ちぬの切れのような形をした種もある。強風の時や、風に乱れのある時に見られるのが、 糸がもつつれれたような形のもつれ雲。一方、魚の骨あるいは、肋骨のように、太い直線の雲の両側に直角に、細い雲が並ぶのが、あばら骨雲である。肋骨雲は、雨が降る前に現れる場合もあるが、反対に雨の後に現れて消えていく場合もある。たまに巻雲から、水が落ちることもある。もくもくと発達した。 積乱雲の雲頂から生じる懸運もある。なお、最盛期を迎えた、積乱雲は、雲頂がけば立ち、筋状や、猛状の巻雲が付随するが、これを多毛雲と呼ぶ。大流圏の上部に発生し、氷の粒でできている。針状雲や、棒状雲に見られる尾を引いたように見える雲は、地上からは同じ高さに見えるが、氷床が落下しながら蒸発することでできる。 尾が長く伸びることがあり、上空で高さにより、風速が異なると、尾が曲がって見える。上空の湿度が高い時は、飛行機雲の表象が、周りの水蒸気を集めて成長し、懸運になることがある。この時、飛行機のエンジンの排気に含まれるゴミが、凝結核や表象核となることで、さらなる成長を引き起こすことも多い。雲ができる高度は、 高緯度地域では3から8キロメートル、日本を含む中緯度地域で5から1 3トル、低緯度地域では6から1 8トル付近であるが、上層雲の中では最も高い高度に出現することが多い雲である。中緯度地方では特に春や秋に多く見られる。ただし、頻度は違うが一年中見られる雲である。上空高く、大流県上部の県海面に近いところに吹いている。 非常に強い風、ジェット気流に沿って剣雲が見られることがある。ジェット雲やジェット剣雲という。ジェット剣雲の代表的な例として、シーラスストリークとトランスバースラインがある。シーラスストリークは、ジェット気流の強風域の低緯度側に気流と、平行な方向に並ぶ、細長い筋状の巻き雲である。トランスバースラインは、ジェット気流の強風域にそれと、 垂直な方向に並んで発生する波状の剣雲列である。トランスバースラインの発生する部分には乱気流が発生していることがしばしばある。シーラスストリークは直線的、トランスバースラインは円が波打ったようになっていることから、雲画像だけでも判別可能である。地上からジェット剣雲を見ると、東西に空を横切るように放射状に見える。 温暖前線が近づくとまず巻き雲が現れるが、まだしばらくは雨が降る心配はない青空の広がった光点が、転じて天気が崩れるとき、他の雲より先に最初に現れることが多い。温暖前線や低気圧、台風が接近してくるとき最初に現れる。濃い巻雲や多様な形の巻雲が広がるのは上空の湿度が高まっている証で、その後雲が増えて謙遜雲。 高層雲、乱層雲と低い雲に変化していき、雨が降り出すことがある。これは古くから知られており、筋雲が空一面に広がると雨が近いといった言い伝えがある。温暖前線の場合、寒気と暖気の衝突する前線面が南や東に行くほど上空の高い地点になってくる。雲は前線面付近にできるため、 最も高い高度にできる巻雲が最初に現れるので、ある。熱帯低気圧の場合、大気の上空で低気圧から周囲に、出段気流が吹き出しているが、気流の末端部分に巻雲ができるためである。ただ、県運が見られるような段階では、その後少なくとも数時間は、晴天が続くと考えられ、すぐに雨が降る心配は少ない。ある統計によれば、 剣雲が現れてから雨になるまでの時間は12時間から24時間程度だったという。夕焼けと巻き雲厚みのある夏の雲がなくなって、青空に白い巻き雲が広がる様は、秋の訪れを表すものとされる。また多様な形は、絹、毛、尻尾、鳥、魚の骨、のろしなど様々なものに形容される。青空を表現するときには、 筋雲の存在が空の高さを感じさせやすくする。朝焼け夕焼けの空では、薄い巻雲は、日の傾きに従って、黄色、ピンク色、赤色と次々に色を変化させる。また最も高い雲であるため、日の出の時かの雲より早く、また、日没の時かの雲より遅く色づき、低い雲が黒くなってからもしばらくは明るく色づいて見える。 国際雲図調1956年版の解説によると、懸文に現れることがある、主、編集、副編集は以下の通り、ありがとうございます。